キャッチャーの東に当たりました。大丈夫か。これはちょっと急所に当たったかも分かりませんね。どうでしょう。キャッチでは分からない痛さですよね。そうですね、はい、大丈夫でしょうか。まあコールドスプレーを持っていきましたけども、コールドスプレーをかけるところではありません。ちょっとまだプレーできる状態ではありません。大丈夫か。控えのキャッチャーが今ボールを受けに行きました。12番をつけたメダイ選手が、まあ、上級生なんですけれども、このメダイ君が今、池田のボールを受けます。その間に、手当てをしています。大丈夫か東。高島監督も心配そうです。まだちょっと腰のあたりを叩いてもらっていますが、記録員の佐藤君が、ようやく収まりました。まあ、ちょっと時間がやっぱかかりますんでね。4万6000のスタンドから大きな拍手が沸き起こりました。さあ頑張れと。